山田久志のラジアンリミテッド DX。 東京 FM をキーステーションに全国36局ネットでお届け中の山田久志のラジアンリミテッドデラックス。いや久々に乾いてきたよ唇が。何度もペロペロしても無理だねこれ。リップも塗ったんだけどね。今夜デラックスなゲストが目の前にもうすでに鎮座増しましております。チャゲ&アスカさんとスターダストレビューの根本かなめさん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。デラックスっていうかリラックスだねこっちは、ね、いやいやいや、リラックスは根本さんだけですよ。そんなことないよ。もうだってもう来るなりいきなりこれチャゲ&アスカさんの真ん中に今お座りになってるじゃないですか、うん、この席の時点で常にチャゲさんにもう言ってましたね、うん、お前またそこかなんていうこうだからね、こう3人って ね、いるでしょ。で普段あんまりないこう位置なわけですよ。そうですよね。誰がどこに座るかっていつも決まってないから、はい、不思議なことにね、バンドでいたりチャゲスの2人もそうですけど、はい、普段どこに座って決まるんだよね。俺はジュンです。ジュンなんだよ。調作ですよ。みなみはあるわじゃない、あそうか。なんとなくあれだよ、真ん中がね、なんとなくこう年長者っていうね。そうそう、いやそういう感じじゃないんだぞ。年長者って半年だけじゃない。いやそういうじゃないんだぞ。違う、俺たち向きによって上座が決めるだけだから。なんかね、はい、その受け答えするのに一番便利な席っていうのがあるんですよ。そうなんですか。じゃあちょっと僕、うん、本当に根本さんとは、うん、カウントダウンの時にお世話になりましたんで、ね、番組にもゲストさせていただいたりとか、ね、はい、そうなんです。今回チャゲ&アスカさんは初めてなので、よろしくお願いします。本当にですです。これは僕はもう存じておりますが、はい、またまたそんな、いや知っておりますよ。だってこの二人はね、国民的歌手だからね。何を言っとるんだ。これ俺も最初ビビったんだけど、意外と話すと大したことないことに気づいて。俺も最初は結構ね、デスマス調で行ったんだけど、ね、本当ですか、うん、でも今回だけはちょっと毒舌は根本さんにお願いしていただいてよろしいですかね。無理ですよそんな。俺は本当にね、はい、俺は本当音楽的にね、こいつはすごいすごいすごいと思ってね、はい、アプローチして、はい、でまあお互いにコンサートとか見ながらね、はい、やってみようかみたいな話になって、もうそうですねみたいな感じだった俺一人で。あ、じゃああのあれですか、別にその縦社会だからこう、うん、ジャギ&アスカさんが断れずに今回やったとかじゃなくて、違う、ちゃんと一緒に同い年だからね、言っとくけど俺たちは、うん、見えないですね。ね学年的には一緒、学年ってもう30年も前の話だけどさ。どっちが早生まれ。早生まれ、早生まれ、2人とも早生まれ。そうなんですか。恐ろしいことのチャギアスは2人とも早生まれだからね。はあ、え、うん、いつ頃まずこういう話はあったんですか、その一緒にって。でも立ち上がったのはもう本当に最近、去年の何月だろう、8月に、はい、去年の8月に福岡でそのフェスですよね、そう野外コンサートあったんですよ、はい、でそれぞれにこうコラボレーションやろうって話があったんだけど、はい、それを僕が飛鳥に言ったら、どうせだったらこうもっとこうメモリアルな曲でも作らないか、福岡だしな、野外だしっていうことで、はいはいはい、でもどう考えたってチャゲアスは1曲作るのに5年はかかる人たちだからね。そうなんですか。ものすごい緻密に作る人たちだよ。なんか俺たちみたいにお湯入れて3分とか、いやそんなそんなわけないさ。なんかあれだよな、だいぶ分かってきたけどな、はい、こう丁寧に持ち上げながらちゃんとここに引っ張るよな。ね、すぐ人がこうやって喋ることをね、はい、批評しようとするんだよ。お前に分析されたくないって俺はいつも言ってんだけどね。本当に分析魔だからね、アスカはね。え、でもこういう状態の時、こうチャゲさんどうだったんですか、その曲やろうなんて言ってる時は。いやお前やめろよお前。いや、もう隠居じゃねえんだから。アスカがね、かなめちゃんのステージ見に行ってんだよ、その直前に。はいはい、で、ライブ終わったと楽屋で、はい、本当にちょっとじゃあ曲やろうよと、うん、でその後1ヶ月後にまた僕はかなめちゃんのラブ行って、僕はだけ行ったんです、はいはい、また終わって楽屋行った時、なんかアスカがいろんなこと言ってるけどあんまり気にしないでねって言って言ってあ、冗談でこう収めてみたいな。最初からチャゲさんは無理やから、はい、いやでも本当そうですね。でもこれが無理じゃなくなってますよね。そうなんだよ、ついにこれはね、3人の力の結集すごかったんですよ、うん、すごいことですよ ね、まず何がすごいかっていうとね、はい、大抵はねミュージシャンっていうのはね、ものを作ることは仕事ですから、はい、ある程度出来上がるように骨格を作ろうとするんだ、誰かが。あ、なるほど、まずは ね、うん、ね、こう例えばそのリーダー格となる人たちが、はい、それがね骨格を作らなきゃいけないんですけど、はい、誰一人としてそういうものを作らずにスタジオに入ってさあどうしようかって話になった。大抵はね、俺はねその日ちょっと期待してたけど、はい、まあ飛鳥、まああるいはチャゲがこの辺までは作ったんだけど、みたいな持ってくるかなと思ったら誰も持ってこなかったからね。はあ、これでどうすっかみたいな話ですよ。まあそれがなかったね。よかっただろそれが。まあ確かにね、3人ともほら曲作るわけでしょ、はいはい、その中でなんか誰々で進んでいくっていうことに対してのやっぱ遠慮はあったんじゃないかな、少なくとも俺は。
飛鳥さんも今言ったもん勝ちなんだよな。いいトークの流れですよね。俺は逆にね、もうそんな飛鳥さんを差し置いてね、何か私が作るなんてことはできないと思った。僕は実はね、今だから言いますから、あの時もね、5曲ほどしたためた曲があってたあったんですよ。だそれを出さずじまいだったんですけどね。持っていっちゃあれだということで、これは飛鳥さんの前じゃ出せないだろうと。一応お互い遠慮してる間、こっちゃけさんはどうだったんですか、その時。さあさあちゃけさんちゃんともうオチの担当になってる。あの美味しいフレーズだけ出して、なんかそういうもうわーっと参加したかと思ったら、あの時誰かすごい飯食いに行ったよ、名前な。行ってましたね。本当に。マジ？あのね、まあそのフレーズをこう散ればめながら我々は、ね。山ちゃんね。はい、あの山ちゃんぜひ言っていただきたい。レコーディングってさ、無駄な時間が多いのよ。いやそう。本当ですか？いや本当本当。あのね。考えシンキングタイムなんですけど、要するに、まあまあ、セッションとか普通だとね、うん、コード決めたり、うん、はい、ありますよね。そこで平気で2時間3時間止まるんです、作業が。はあ、って言ったままね。こう3人集まるとそうなっちゃうんですかね、こう遠慮というかそういったものですか。じゃあそうね、確かに遠慮はあったのもあったけど、うん、ただ誰かが唇を切り出した瞬間があるわけですよ。だから最初はこうあのシンキングタイムから来てるんだけど、そのうちになんか面白そうな曲を作ろうっていう気持ちはあるわけですよ、はい、でなんか曲でも聴いてみるかっていうので、はいはい、あの持ち寄った CD とか、適当に聴き始めたんですよ。なるほど。こういうのいいよね、ああいうのいいのいいよねっていう、はい、いい間にこう大体のみんなが想像するサウンドが出てくるけど、でもまだ全然一致してないと思うの、僕ね、はいはい、ほんでさあどうしようかっていうところでこうポロポロギター弾いたりキーボード、鳴らしたりしながら、はい、このワンフレーズが出てくる。おそれいいじゃないっていうところからもうそっからですよ。あのそういう時ってまずじゃあ先に曲なんですか、大体曲ですね、メロディーがまずでもほとんど同時ぐらいだったんじゃないかな、歌詞の方も、うん、これはね、あの僕はこの、あのよく取材の時にずっと言ってるんだけど、はい、あの飛鳥がね言い出したことがきっかけなんだけど、はい、最近こう街を見てると、うん、よくあの女の子たちがこうあの何携帯電話をね、はい、こう空に向けて、はい、こう電波集めてたりするじゃないですか、ね、あの絵が、はい、こう太陽にねこうスイッチを入れてるみたいに見えるって。あら、指摘でしょ、私人がこれ、これは俺たちには出てこないよ。え、出てこない。俺たちっていうのはチャゲも入ってからね。そんなことない、俺出てくるよ。そのチャゲさんも出てくるよって言いながら肘ボリ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 ソーラーシステム、こいつは出てくるよ、どんな遅くても飲みに来るからね。そういう出てくる、外出じゃないですか。そう、それがそのキーワードがあって、はい、それをポロッとこう歌ったフレーズがすごく良かったっけ、はい、俺が聞いた瞬間にあーチャゲアスだと思ったんだよね、はい、その瞬間本当それでそれ大事にしてこいよっていうと、こいつら恐ろしいことにその美味しいフレーズを捨て去ろうとするんだよ。お本当にだからいいフレーズいっぱい出てるんだけど、ね、そういいフレーズ出てんだけど、はい、すぐこういうのもあるああいうのもあるとかって言われて、ちょっと待って今のが一番いいじゃないかと。でいっぱい出たフレーズは俺はずっともらってね、はい、次のそうと思ってないけどさ、でそのフレーズがあんまりいいんでそっから始めようよっていうので、そっからこう次のフレーズをこう作っていくような形になったね。それで今回できたのがこれですよ、うん、9月10日、うん、これ出ましたよついに。これねデラシエラムですよこれ、はい、もうね皆さんもこれも明日ぐあもう今日そうねそうねもう今日これね昼ぐらいに、ね、手に入りますよ大体、うん、そうですよね、うん、これ読み方もデラシエラム、うん、結構何語だって話なんですけど、ねこれズバリ皆さんに聞かれるんですけどね、はい、これはあの飛鳥の担当ですから、あぜひお願いします、ね、この時間は俺なのかな、12時過ぎると飛鳥の担当になるんです、はい、本当、はい、あの意味ないっすよ。あだから何にもない、もう少しさ含みとかさ、これはイメージを、これは含みなんだな、あ、うん、あそのなんだな行間を読めってことですね、これっていうか、ね、あのなんとなくねあのそんな気になってくれるんじゃないかと、言葉って不思議でしょ、文字ってすんでなんかこう言ってみてるうちに自分たちがその気になると、はい、あとはもう言葉じゃなくて気持ちで伝わるなんとかあるじゃないですか、ラララで歌ってもグッとくるみたいな、はあね、だから、彼らがね、わちがなるわちがなって言った時に、はい、もうその時にあもうやっぱそなんだかコラス聞くとやりようなと思うわけですよ。でそこからねなんか、はあ、それを膨らましたもの何かないかなとかね、そうだから元々はバックコーラスに入れてた言葉だったんですね、感想のバックコーラスに入った言葉で僕らはこう気取ってこうソウルっぽく英語を使おうって、はい、やるわけですよ。あ英語だったのかあれバックコーラスこいつごめん、あっちこうだって言って自分で言ってたじゃねえか、ねねねね、それしたらもっとわけわかんない言葉の方がいいなとかって言い出して、ほでデラシエラムがなんとなく出てきたんですけど、2つはインディケンテブーですよ、インディケンテブ、はいはい、もうなんだかよくわかんないこう言いづらそうな言葉だけをこう、そうですね、集めてったっていうかね、もうだから意味はないわけですね、じゃあこれ作られた言葉というか、うん、いやでもねエルサルバドルの隣の国でよく使ってるみたいな、そうね、山ちゃん、山ちゃんもう曲言った方がいいよ
本当に気づいたわ。そうですね、あのタイトルはね、そんなのいいんですよ。でも、あのデラさえで分かってれば、うん、検索して買えるんで、あとはもうとにかく聞いていただいて、この、はい、あの音楽の深さを知っていただければ。それじゃあ曲紹介というのはこれ3人で、曲紹介ですね。12時1時を過ぎると、はい、チャギちゃんの担当になります。終わりました、ね、全部俺が言ってんじゃねえか、はい、今日俺を曲紹介お願いいたします。はい、それではチャギアンバスカアンバストレビューでデアシェラム淡白やな。今日聞いていただきました。バンザー。いやー、今日ですからね、言ってみれば発売記念日ですから、初めてね、初めてフルコーラスかかっちゃったよ。いや、俺もそうなんだよ。あら、すごい、ほら、だいたいね、あのね、あのイントロでどうぞってチャギちゃんが言ったら、はい、必ず歌にかぶるしね、はい、終わる前にね、もう時間切れで、あの何フェードアウトしちゃったりが多かったんですけど、僕初めて聞きましたよ、フルコーラスで。だってあんた喋ってるもん。いや違う、これじゃないじゃん、短いんだよすごい。いや、あのやっぱりネモさんの場合はこれラジオでもね、それでいろいろ勉強させていただいたんで、うん、そういう DJ は嫌われるっていうのをよく聞いてますよね。いやいやいや、ね、そんなことないよ。やっぱ曲の途中かぶるとね。そんなことないよ。そう、今シャンパンが今目の前に、今目の前に、どうぞ飲んで。発売記念、お前じゃないだろお前じゃうわ、乾杯の前にチャギさん飲んじゃってるし、もうそう、飲んじゃっていきましょうかね。じゃあね、乾杯。発売記念おめでとうございます。デラシエラム9月10日です。温泉が綺麗になるんだろ。はぁ、うまいなこれ。まあまあ、これ大体何なのこれ。シャンパン、大人のサイダーよ。いやいやいや、そういう簡単に言うと確かにね、僕もあのチャギアンダスカさんにこうやってね会うのはこうやってお仕事では初めてなんですけど、チャギさんはよくね、あの20代の頃六本木で見ました。よく言います。それだけもう印象に今も、よく覚えてるんですよ。そうね、あの頃行きまくってましたね。ものすごいいましたね。下北にもよくいたし、ね、アスカも行ってたじゃねえかお前も。俺は違うだろお前。アスカさんはもう見たことない、ね、俺はね、うん、でも店で働いてるわけじゃない。そんなわけない。監視付きみたいなね。お金払って働いてた。でも本当に20代行ってたわ。行ってらしい。今は行かないですけど、ね、そう、僕らの歌ってるカラオケボックスとかにも普通にガッて入ってきて歌ってるって、あ、じゃあいいんだよって、それでそれすごい覚えてる。あれお前でも知ってた前から。いや、でも朝まで飲んでましたもん本当に。なんかね、そういう僕らのとにかく飲んでるところにはチャギさん顔だけは。僕らが誰でもいいんですよ。なんか、あ、飲んでる？で、チャギアスちゃんとカラオケ入ってる？入ってんならいいよってこう、それはよく。それは覚えてるわ俺。なんかそういうことよく自らプロモーションやってましたもん、ね。覚えてる。そうあったなそれ、朝方あのね、朝明るくなって、はい、僕ら帰るわけだけど、はい、普通会社行く人が来るのと、あの真向かいから気持ちが全然別だろ。流れが違う。俺が辛かった。全然違いますよね。ってね、ありましたね。まだ夜の続きで朝まで迎えてる人ですからね。本当ですね。じゃあそういった点ではチャイさん変わってらっしゃらないですね、これ。変わんない。大丈夫ですよ。これ皆さんで飲むこともあるんですか。僕はね、俺が酒飲まないんですよ。あ、そうなんですか。僕とチャギちゃんはもともと飲み友達だったんですよ。じゃあここは2人はで、僕ら2人でその飲み屋、下北の飲み屋でこう飲みながら、はい、一緒に何かやりてえな、一緒に何かやりてえなって、全然長い間もう10年もそんな話してたけど、アスカがポコって言っただけでこうやって形になっちゃうんだから、やっぱり世の中権威だね。そうですね、うん、違いますね。飲みの席は無理ですね、やっぱりそういう話っていうのは。俺さ、まだ始まってね15分ちょっとぐらいでも飲んだけど、俺はどんくらい下がったの。うまいだろ、本当にうまいだろ。人の話を批評するなんて。うまいよな。いや、次回ちょっとこの飛鳥さんだけ来ていただいてゆっくり話してね。これ意外と真面目に、ね、せっかくのこのデラシエラムが。ああ、そうですよこれ。そうね、それはでも本当に俺たちは真面目なんだよ本当は。確かに音は、うん、ね、俺黙ってるから。音楽は素晴らしいです、やっぱね。だってこんなコラボなかなかないし、しかも僕らね、こういつでもチャギアンダスカさんにしてもスタレビにしても、そのカラオケで歌いたくなるんですけど、これまた難しいわけですよ、こういう風になられちゃうと。コーラスの人も頼まなきゃいけないわ、ね、これ上歌ってくれる人これはね、やっぱりちょっとハモる楽しみがある、ね、そうなんですよ、うん、いつも思うんですよね。そんな難しいコーラス入れてないからね、すぐ歌える。本当ですか、うん、これ結構だから 2,3 人と仲間と練習行かないと、いいね、それね、カラオケではなかなか、それはいいな、極められないんで、ちょっとぜひここら辺のこともですね、うん、まあ、高音パート低音パートの友達も含めてみんなで CD 買ってもらって。そうそうそう、一気に履けるからねそれね。いや、履けるとか言わなくていいから。大事大事。でもさ、大事だよ、もう俺言ってないのに。びっくりしちゃうからこれ、うん、でもですね、僕実はチャギアンダスカさんはついこの間夏に生で見ることができて、ライジングサンロックフェスティバルで。あ、そうなの。そうなんですよ。見たの。僕地元なんで、あのイベント欠かしたことないんですよ、99年から。はいはいはい。だから僕らにしてみればまさか出てくれると思ってなくて、うん、あれライズさんだったんですか、あれが。あれなんだと思う。いや、わかんない、連れてかれた、なんか連れてかれた、気がついたら北海道で降りて。いや、ここで歌われたったね。すごかったですよ、大地が揺れたっていうのは初めて経験しました。本当にあれは根本さんにもね、見ていただきたかったですね。
あのこうロックフェスって言って、うんうん、一応こうあのちょっとオールナイトでやってるやつだね、はい、でこうねちょっとしたこう10代のこうちょっとタトゥー入れたようなこうやんちゃなやつらがこういてて、でこうチャギアスとかが出るとですね、僕らこう30代とかそれらのお客がこう前に行きたいんだけど行けない感じでちょっと黙ってたんですよ、うん、黙ってたんですけど、チャギアスの演奏始まった途端に10代も20代もくそもないわけですよ、みんなうわーって言って、ね、いっぺんにやーやーやーになりましたからね。とてつもない状態になりましたよ。みんなだってダイブしてたって言ったもんね。してたし、僕初めてあのやーやーのダイブはいいもんですね。途中ちょっとセイエスでもしてるやついて、お前ちょっとそろそろやめて、お前間違ってるぞって言うぐらい。でもいいね、ああいうイベントってね、楽しいよね、たまんなかったですね、うん、だから自分たちはそういうカテゴリーの中で来てるつもりなんだろうけど、はい、一つあの違うものが出てきてもその瞬間は一緒に楽しもうぜという空気を出すのね、本当そうですね、あれ本当よかったね、音楽の力ってやっぱすごいだと思うんですね、だからそう、まあ、いろんなバンドが出るっていうこと自体もコラボレーションですね、うん、はい、僕らがこのコンサートがきっかけでこの曲ができたのもね、そういうコラボレーションまとめたですね、いやだからっていうかミュージシャン単体でやることはさ、どこへ行ったって自分たちのカラー出るから面白いさ、はい、でもいろんな人たちが集まると自分の色を出そうとするからね、そうですね、確かにこれがね見てる人にとっちゃ面白いよな、さすが根本陽さん、いやー、要さん言い方間違えてる、うん、でも皆さんもやっぱりこうフェスはやっぱりテンション変わるもんなんですかね、こうなんか野外とかっていうのは、うん、気分変わる時ってあるよね、で変わらない時はもちろんあるんだけど、あの単と普通のステージやる時って普通通りね、はい、だけどそうじゃなくてどっか飛び越える瞬間ってやっぱあるでしょうね、チャギアスは大物だからね、俺たちはそういうフェスに、そういうところに行くときはあの隙間を狙うんだね、スタレビでね、誰もいないポジションにスッとこう入ってくるんだよ、そうすると絶対ウケるから俺たちは、あのカウントダウンの時だってすごかったんですか、だからああいう隙間バンドだもん、うちはこう後半に向かってのスタートですよね、カウントダウンといえばあれですから、うん、チャギアンダスカさんは今度札幌ドームで、そうだよね、それ控えてますからね、はい、そうですね、あのやっぱりもう見てきました、見てきました、そうですか、会場も、なんかすごい近代的な、やっぱ一番新しいだけあってね、ほんとすごいんですよ、うん、なんか席のこともそうだし、うん、あとこういったの屋根ついてるんですよね、いやいやドームですから、チャギアンさん、そこびっくりするとこじゃないんだ、うん、まだまだですね、このチャギアンダスカさんと、スターダストリビュー根本かなめさんにはお付き合いいただきたいと思います、一旦 CM です、東京 FM をキーステーションに全国36局ネット、山田久志のラジアンリミテッドデラックス、今夜は本当にデラックスなゲストです、チャギアンダスカさんとスターダストリビューの根本かなめさんを3人もう生放送でお送りしてるんですけれども、普段はこの時間は何をされてますか、まずはチャゲ&アスカさんは、アスカさんどうですか、全然起きて何かやってますね、あやっぱ起きてますか、全然起きてる、あもう寝るのはこの時間に寝るってこと自体があやっぱないです、罪だねまあ、これやっぱ意味なんだよ、やっぱ2時ぐらいになってくると、こんなわざわざ低い声で言わなくたっていいじゃん、いや今のキュンとしてますよ、お前継ぐからよ横にやめろよ本当にすっかり今アダルティーなアスカさんを、チャゲさんはどうでしょう、僕最近早寝なの、もう10ほんと12時回るともう眠くなっちゃって、それから朝早いんですけど、何じじいか俺は自分で言っちゃった自分で乗りつく、交代じってますからね最近、最近朝は早いんですけどね、7時8時に目覚めちゃうんですよ、あじゃあもう僕はでも、うん、レコーディングはやっぱちゃんと、いや起きてますちゃんとって起きてる、いやいや起きてるみたいじゃないですか、根本さんはどうですか、僕はまだ働いてますよこのぐらいが、やっぱりみんな夜型なんですね、大体4時で交代ですからね、僕の何をやって交代って何ですか、何を言ってるんですか、ごめんなさい、何ですか、言っていいものか迷ったのよ今突っ込んでほしかったね、そんなですね、あのお三方について今日お伺いしたいのは、はい、今あの恋テク必勝ガイドといううちの番組で本を、はい、恋のテクニックを、うん、知ってるよ、もう少し集めなきゃいけないんだよね、そうなんですね、予約が地味に小さくてですね、うんうん、ここぜひあのお三方のお力をお借りして、うん、やっぱりこう先輩方の恋の話を聞いて、うん、一層これ恋について勉強したいと、もちろんラブソングを作らせたらもうとてつもない3人ですから、うん、ちょっとぜひお伺いしたいんですけど、うん、ちょっと思い出していただきたいんですよ、根本さんとかこう音楽で落としたことあるわけでしょ、やっぱりこういやそれはないね、あのいや友達の協力したことあったよ、あの呼ばれてちょっと BGM やってくれって言って、あの2人がこういるところで後ろでなんだそれ、歌本めくりながら一緒に歌ったことあったよこれやってくれと、こうあとそれまでイチャイチャ始めちゃってさ、で挙句の布団の中入りやがるの2人で、おいおい待てよと思ってた、声だけとこうお前悲しいぞこれっていうとかね、本当、うん、ありました、それは大阪の友達でしたけどね、ちょっとじゃあ飛鳥さんはそういうやっぱりありますよね、こうちょっとソロで歌ってなんて言われてしょうがないなと、いやない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 、またまたこういやとってもない、
よくね、ほら、もうその声で、あの、ね、歌われたら、枕元で歌われたら、はい、もう一コロですねなんて言うけど、枕元じゃ歌わないもんね、俺たちは。ついつい言っちゃうんじゃないですか、お前今日ワイン色だねとか言っちゃう、言っちゃうんですか、それないんですか。薄色とは言えない。言わないね。言わないんですか。言えないでしょ。あれあんまりね、歌ってね、あのね、なんかね、こう、とっても神聖なものな感じがするじゃん。そうか。歌うときってね。そうじゃないのかな。そういうね、アダルティーな、そういうね、涼しげな眼差しで言わないでくれ。なんかね、ちゃげさん、これ正直言いましょうよ、これね。いや、あの、歌ってあげたいんですけどね、次ハモに行きますから、ハモだけ歌うとなんか変な曲になるんですよ、これ。いや悲しい差がですね。おいしいね。常に歌ってあげたいんですけど、ええ、ハモの方を歌ってしまうね。どのパターンで来るかなと思ったんだけど、これできたの、これだ。でもね、ハモって欲しかったです。僕らだからね、そのまずスターダストレビューの場合は、カラオケで歌いたくて、まずキーが高いわけですよ。それで男はまず断念するんですよ。でね、3つ下げるとスタレビの歌じゃなくなるんですよ。なんだこの歌ってなっちゃうから、まず僕ら歌えなくて、カラオケ行くと今ほらハモリ付きとかいうのあるでしょ。そうなんです、今。あ、許せないですね。あれ、チャゲさんの仕事があれ。私がやんなきゃダメじゃん。何考えたんですか。あれがなかった時は本当そうだったんですから。あ、そうそう。僕らはだから結局そのアスカさんを練習して、チャゲさんも練習して、うん、その都度タイプキー、あの、常にこうキープしてるわけですよ。うん、でその人と一緒に行かないと、あ、なるほど、チャゲアスもこうカラオケで入れられない。これいいよね。気持ちよくないから。うん、そういう時代を経てきましたからね。でもあの、ね、あの CS があの時代ね、はい、うん、本当にあのカラオケ何度か行ったけど、そっくりに歌うやつたくさんいたな。2人組で、あれやっぱりずっと練習してんだな。いや、ありましたよ、うん、僕らちょうどそのやややの頃は、うん、あのカラオケボックスじゃないですから、カラオケ屋ですよね、言ってみればすると、うん、ちょっとお店でステージになってて、うん、歌えるとこにあの扇風機ちゃんと置いたりとかありました、うん、それであのちゃんとコートが揺れるように、これそれでやや歌うと気分いいんですよ、こう普通に殴りに行こうかとか、結構いろんなのありましたからね。幸せだね。で、あのちゃんとそのスタレビの時はだから本当にちゃんとキーの高い人がそれちゃんと、僕らはその A メロとか歌っておいて、そこの部分だけ店長とかありましたよ、よく。いやでもそういう世代です。一番高いんじゃないか今。何が？あ、キー。確かに。いや、俺ね、俺多分おそらくね、一番キー高い、声高いんじゃないかと思う時代があったんだけど、はいはい、彼はね、簡単にこう鉄下駄を履いてポンと飛び抜けてきますからね。そのぬかるみを、ものすごいバカ一代ですよね、これ。バカ一代。ある意味。とてつもない。キーはね、あの年々、はい、高くなってるっていうかね、はい、来年あたりが変声期だね、俺は。いやいや、まだ来るんだ。うん、まだまだですね、これ。でもね、これどうなんですか、今後の活動的にも、うん、これもっとアルバムだとかいろんなそのライブだとかっていう話ないんですか。あのライブはね、はい、僕らのライブにね乱入してくれたりとかね、はい、きっとね時間があればね、なんかやろうとはしてるんですよ。ありえるんですね、これ。すぐできますから、うちのバンドもすぐ声優さん演奏できるようになってるんですよ。本当に。その用意も、うちの声優さんなかなかうまかったよね。びっくりした。いい、こっちの E フラットのキーつない、ちょっとややこしいキーがあるわけですよ。これ練習しないとダメなんだけど、それをねしてるとは思わなかった。多分 D ぐらいで濁してるからなと思ったんだけども。彼らがあの来てくれるって話になって、じゃあどうせだったらこの出だしはもちろんやろうっていう話なんだけど、それは一曲じゃもったいないから。いいですね、じゃあ。あのちゃんと僕らセイエスをやろうって言って、山ごもりして1週間その曲を毎日毎日練習。あ、じゃあ、あのチャゲアダスカさんもじゃあ夢伝説の練習とかそろそろこれしとくんですか、これ。っていうかもうファンだったんでね。あ、昔からそういうことだったんですね。どっぽいとか、まあ、ということでこのスターダスレビューはこれスターダスレビューライブ、はい、エンターテインメントツアー、うん、ヘブン、これも真っ最中でして、9月11日木曜日奈良の柏原、これ万葉ホールから、2004年1月18日は名護市民会館まで決まっております、うん、さあぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます、楽しみしております。それで、あの、はい、チャゲアダスカさんはあのあ、カウントダウン。これはついていきます。終わりってことか。エンディングなんですよ、これも。エピローグなんですよ、これ。赤い口紅で鏡に書くけど、文字にならないんですよ、これ。素晴らしい。もうあっという間に。申し訳ないです、この時間で。今のはただの暗記じゃないな。素晴らしい。もう常に歌っております。本当に特別に今日は生で。ありがとうございました。ゲスト、チャギアンドアスカさんと、スターダストレビューから根本かなめさんでした。ありがとうございました。ちょっとさ、今どうだった聞いてて。もうすごい緊張したんだけど、興奮して。あれ、あ、もう電話切っちゃった。あ、電話切っちゃった。あっという間だったな、これ。そうなのよ。今まさに、もうちょうど今これスタジオお出になられましたよ、これ。チャギアンドアスカさんと、はい、スターダストレビューの。うん、いや、すっごかったな、もう。ついに話しちゃったよ。ハモって欲しかったな、これ。なあ、悔しかった。今度来てもらった時はハモろう。歌っちゃおう、これ。
そうだよ、とてつもないことだよ。デラシエラム2003年9月10日もうだから本当に今日手に入ってるよね。もう何なの、昨日手に入ってる人もいるんじゃないかな、いましたね、ね、うん、ぜひぜひこれもうカラオケ練習しよう、取り合いしようこれ。だ全国ツアーで回ってこのカラオケ俺メインパート覚えとくから、ハモれる人とコーラスできる人を全国で募集しとくよ。それで長野でハモれますよとか、大阪で私ならあのって言った人と一緒にこのデラシエラム歌っていくツアーしていこう。そうだよ、そういうことをしてるとそのうちほらまた聞いてくれてるから、うん、あいいよと、なんならそのワゴン車に乗ってもいいよなんていう飛鳥さんが、チャゲさんが、根本かなめさんがいるかもしれない。いないかもしれない。楽しみだな。山田久志のラジアンリミテッド DX FM 大阪。